今日未明、茨城県日立市で最大震度5弱を観測する地震がありました。この2分前には震度4の地震があり、気象庁は1週間程度は同じ規模の揺れに注意してほしいとしています。気象庁によりますと、午前0時50分ごろ、茨城県北部を震源とするマグニチュード5.1の地震があり、日立市で震度5弱、高萩市で震度4を観測しました。 この2分前には同じ茨城県北部を震源とするマグニチュード4.7の地震があり、日立市と高萩市で震度4を観測していました。いずれの地震も津波はなく、警察などによりますと、この地震でけがをした人や大きな被害は確認されていないということです。気象庁は今後1週間程度は同じ規模の揺れに注意してほしいとしています。